ケンティー県は、モンゴル国の21の県の一つであり、同国の東部に位置する。県とはウンドルハーン。面積8 3 1 1トル、人口65811人。県の軍の一つ、ダダル軍は、チンギスハーンの故郷であると言われる。北はロシアに接し、隣接する県は北西にダルハンオール県、西にトゥブ県、南西にゴビスンベル県。 南に、ドンドゴビ県、南東に、スフバータル県、東に、ドルノド県。トゥブ県との県境には、首都ウランバートル市の飛び地である、バナ能力が入り込んでいる。県の北西は、ヘンティ山脈の東部にあたり、南東へ行くと、東部モンゴルのステップ地帯となる。ハンヘンティ県政保護区に位置するブルカンカルドゥンは、チンギスハーンが生まれたとされる聖なる山である。 ウルカンカルドゥンの南からヘルレン川が橋を発し、県南部を東へ横切りトゥブ県へ向こう。少し東には、オノン川の源流がある。県の北東には、バルジーコールオノン国立公園がある。 ヘンティーケンモグン ABhttp コロンスラッシュスラッシュ w w w r e l i f w e b i n t スラッシュライブラリースラッシュドキュメントスラッシュ OXFMNNEX1-4.pdf ハット AB ザヒーンティーイマグオフィシャルサイトアーカイブされたコピー2007年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ 2007年6月21日閲覧。ルーラルポバティリダクションプログラムセミアニアルレポート2007アーカイブされたコピー。2008年5月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年1月17日閲覧。ルーラルポバティリダクションプログラムオフィシャルサイトアーカイブされたコピー。2007年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年6月18日閲覧、ありがとうございます。